いやいや、あ、ちょ、早く行きなさいよって。すいませんよな、もうすっげえあんなに大きい体で歩幅ちっちゃい。はい、どうもジョモチ TV です。ということでは、ビカムアレジェンド、ホンダ帝国逆襲ですね、やっていきましょう。ということで、今回パート8ということで、まだですね、1話から見てない方はですね、下の説明欄に再生リストね、載せておくので、そちらから見てみてください。ということでですね、今回はもう出ておるんですが、3位のですね、バレンシアとやっていこうかなと。超強豪、はい、まあ、超強豪というか、その、まあ、リーグ3位ですから、うん、1位と3位は戦うんで、ここで勝った方が大きく ね、まあ、ねリーグの優勝へ一歩近づけるというところでですね、うん、まあ、このかっこいい感じで準備はできていると。ゴールランキング1位ホンダと3位ロドリゴ、これが熱いんですよ。ここのねゴールランキング争いもね、この神を挟んでの2人のバチバチのやり合いにも注目なんですが、まあ、はい、ホンダは出れるかどうかと。ベンチ、安定と、うん、いうことでね、さあ行きましょう。まあ言うて前半はね、そんなに関係ない、うん、ただ、まあ、ここでもしかしたらやっぱ3位のチームなんで、うん、1点ビハインドとかあると思うんで、ビハインドだって3もらいなんだよ、3軍アップしたでしょ、うん、だから結構やっぱ強いとこと勝つと、うん、それだけ、そう期待もできるかもしれないというところでですね、うん、後半から出れるように、そう、まあレアルが先制しなければいける、そう、後半の頭からね、うん、何出したかな、まあ、今回8分なんで長めにちょっとねいけるよと。さあここ結構1個のポイントですよ、ね、本当にさあ行こうよ。これ取った前の日、はい、現実のレアルの方が大敗してまして、そう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 、ものすごいことなってると。でもなアトレティコにね、びっくりしたもんね、やばいっしょ、7点みたいな、小学生やみたいな、小学生のサッカーを思い出すみたいな。まあただやっぱりクロース、モドリッチ、イスコはちょっともうね中盤がね厳しいよね、あれ、まあだから久保もちょっとねそのプレーの面で、まあボランチちょっと厳しいからね、あそこでやるの大変だと思うんだけど、まあ、ホンダみたいにこうアピールしてって、そうこう自分のね位置勝ち取ってほしいなということで、まあ、でもやっぱりサッカーうまいよね、まあうまい、うまい、間違いない、サイドチェンジとかさ、まあうまいよね。さあここでですね、あ、ちょっと待って、くしくも同じじゃん、イスコ、トニクロ、あーそうだね、これまずいっすよ、まずいね、入れられるよこれ、カゼミロいないとダメなんだって。さあ守備もさ、竹内からの失点と言ってるけど、現実あれ5枚いたからね、そうそうそう、あれしかもそのまま持ってかれたでしょ、どんだけ緩いんだよと思ったけど、さあこれは早送り、さあちょっとこの1点は入れられても、ちょっと待ってやめろ、なんだお前ら、おお、やっぱ元気あるわ、怖いわこれ、あ、でもまあ1点は決められてもまあいいけど、まあ、黒がねレアルですからやばいよこれ、あー危ねえ、体張った、ラモスやっぱすごいね、ちょっとできれば全然ゼロゼロいいからマジで、そう、ゼロゼロ、おー、あ、ちょっと決めんね、あー決めた、うまかったな今、まずいベイルじゃん、ベイルは OK、 あー早く帰って、1点を決めるのはベール、中国グックが本当に勝ってる時っていうのは流れ変えたくないタイプがいるのよ、西野さんみたいに、ああまあちょっとね固くなに変えませんよ、ポイチもまあそういった、おお危ねえ、マリアの動き出しやべえ、これセンターフォワードでこれ出してたら出れなかったな今頃、まあそうやな、キビキビしてあとベールのところ見えたら1点決めてた、まあそうだね危ねえ、おお、これいい、あいいよ、いや結構、わあここ、あー危ねえ、マリアーノお前危ねえ、あるよ、あるとはあるよ、ベンゼマ空気じゃん、もういいよいいよ、ベンゼマってやった、お、来るこれ来るって、うわあマジかよ、おお来た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 、うわあ理想や、この状況これ緊張しちゃうよ、うん、お前だよ、ちょっと止めてゆっくりして、これだよこれ、でも早く使わない、このあー来た、え、なんか満場の、来た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 、さあここ回してベール、うん、出しにしよう、いいよいい感じ、いや縦に、いやいいパス、いやー足伸ばせよ、ちょっと疲れてんな、かけろよこれね、まあ、できれば引き分け3位のチームも持ってますから、オッケー出せ、いいよ、広大なスペース空いてるけど、スルーパスいいよ、さなんでだよあいつ、ホンダのミスみたいになるじゃん
ベンゼマーいいとこあんだよな、気張れよもっと。ベンゼマあっ、出せ出せ出せ、うわすごい、これ右か、机、うわうわもうすごいわ、体全身で悔しがってる、やっちった、本田の右を信じれなかった。あれでヒーレー出すのなかなかないよ。ありそう、ああ。オッケー、危ねえ。アシストでもいい。おお、なんですり抜けたのお前これ。ビンビンに評価減ってるよ今。まずいまずいまずい。スポッチスポッチ。あぶねえ。よし、いいよ、いい、ナイスヘッドの勝ちだ。これ、もう一回、もう一回もらえ、もらえ。いや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 。なんかいい、あ、まずい。うわ、やられた。キーパー出せ。オッケー。これでカウンター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 、オッケー、出た出た、ほら、いやー、よいしょー、パープ、よいしょよいしょ、来た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 、足止まってる時にどうぞ。今超ヤバくない、鳥肌立っちゃった、足止まってる時だな、相手のリプレイで信じたのよ俺、ここ、これちょっとやっぱ相手も足が止まってたね、うちもさ、もうただ単純のワンツーでさ、そう、もうすごい裏行かれてたけど、いいよ見て、ここで走り込めるの、これ本当にいい選手よ。さあここでベンズマとベニシウスジュニオールの交代です。いやいや、あ、早く行きなさいよ。すいませんすいません、もうすっげえ、あんなに大きいからお幅ちっちゃい、やっぱ分かってるね、これはほぐれ欲しいよ、やるかもしれんよ、3位だからね、欲張っちゃおう、もう1点、あ、終わった、いやお前ヒーローだよ、劇的だな、やばい、あ、おー、やっぱ喜ぶよ、3位だから、もう誰のおかげだと思ってる、本当だ、本田に行け本田に行け、納得いかねえなって感じだよね、やっぱ最後ね、向こうもチャンスがあって、こっちにね、それが転がってきたっていうのはでかかったね、信じて走った結果、あれ、行かれてた可能性あるよ、やっぱ信じた結果、ケース、うん、で、やっぱりチームメイツからも、もう信頼得てるから、いや、ギャレス・ベイルか、なぜ本当だろおい、まあ、ちょっとなんかあったのか、ベールワンゴールワンシスだね、あー、そうなのか、あ、超違うわ、スペインリーグ第12、うん、納得いかんよ、監督ちょっと監督の損とかあるかもしれないな、うん、悪さも勝ってるんだよね、なんかベールがめでられる世界、世界戦に行ってるかもしれない、お、3上がった、やっぱ57になったわ、もうそろそろスタメンで使ってみてもよろしないか、いい1回ぐらい、うん、まあそのね、そう、もちろん3位との試合は大切な試合っていうのはあるけど、さあということでですね、これだとちょっと短いんで、あまりにも、まあ、フルスのチェスカモスクワとの試合もこれにあれだね、セカンドレグそうだね、ファーストレグは、まあ、一応チャンピオンズリーグもこう始まってきてるんで、ここもやっぱ落とせないというところで、まあフルス相手、寒さのサッカー知ってる、こんなにやっぱしっかりね、あの活躍してもらいたいというところもあると思うんで、チャロフとかね、チェスカもいますから、そろそろスタメンが本当に見たいって、ファンが怒ってるよ、いやそれはもう、うん、ここで終わった、いやこれ来るよ、これは来るよ、0対0、強歩歩きでの帰りがね、もう板についてくる、見慣れた光景になりましたけどね、さあ来た、え、あ、ちょっと待って、なんか変なとこに、右ですよこれ、え、これ遺跡を出したっけ、いや、遺跡はね、あの、いや出して同じだけど、これ違うとこ試されてるな、お、え、ついにさ、ベイルのところに、お前打ってみろと、左で打ちたいんだろとね、さっきのあの、あれだな、前節の、前節っていうか、あれが監督の中にちょっとこびりついたのかもしれんな、こっち左開いてやん、みたいな、なんでね、俺呼んでないんだけど、ベンゼマ、なんかベンゼマがもうなんか食べパスしたいみたいな、ちょっとベンゼマはね、律しないといけないよね、いいよ、これ、開いてるよ、さあここ、簡単、うわ、何やってんだお前、なんだ、とんでもねミス、おお、逆にこれをいいところに、あーっと、ホンダっぽいな、実にちょっと変えて、気分転換、オッケー、呼んで、オッケー、落ち着け、逃げて、オッケー、いいよ、
うわー、やめろ。オッケー、いいよ。うわー、とりあえず来る。あ、あ、え、なになに、やったわ。肉バナレッタ、ミートグッパイしたわ。ミートグッパイ、え、あ、カルバール来た。オッケー、いいよ、簡単に。そしてちょっとサポートしてやろうよ。オッケー、オッケー、落とせ。いや、いいよ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 、読もう、読んじゃう読んじゃう、早めに読んじゃう。わあ、あ、打っちゃう。わあ、素晴らしいゴール。すごい、早めに読んだら功を奏したよ。主役やん。え、ちょっと待って、結果残してるじゃん。ベール見てるか。あ、いやー、ちょっとねえ、デブライもタッチするしかないよ。悔しいけどね、本来は。今日本にね、ちょっと来日してますけど、悔しいなって思ってますね。いや、これす、これさ、横って見えないのよ、縦、あのあれが。いや、すごいすごい、見えちゃう、すごい飛んでるわ。フルス相手容赦ないね。なかなか出れなかったから。いや、これはすごいわ。もういい、いいね、このチップみたいな感じで。いやー、ね、コンパクト、こんな感じよ。決めるとき、本田が決めるとき、大体こんな感じ。でも素晴らしいね、これ。アジア最優秀選手はもうちょっと見えてるな、これは完全に。これね、きっちり勝ち上がらないといけないから、またもらっちゃおう。オッケー、もうね、いいパス出しちゃおう。でかいの、タッチが。はいはいはい、オッケー、いいよ。調子こくね。オッケー、いいよ。そこら辺で回しちゃおうよ、もう。お前、モルセロ、あれ。とんでもねえ位置にいるな。いやー、いや、なんかもう、あれ、本田君いたよな、前。あ、昔の人だよ。おー、バランと。よくバランと握手してよ。あ、ありがとう。いい人だね。いや、もう主人公ですよ。当たり前だよ。帝国気づくんだから。素晴らしい。2点とも超劇的な点を決めれて。これ3上がるでしょ。あるのか。ただこれ相手にもよるからな。ヤングボーイズがいたぞ今。おお、ヤングボーイズ負けてるやん。5勝0敗。もうこれマンチェスターユナイテッドと負けても大丈夫なんじゃん。そう、あ、59-2%だ。やっぱ 2% なんだよね、やっぱ人とかを見てるし。まあ、でも今回ちょっと右でも活躍できたってことで、監督はムズムズしてんじゃない。そうだね。うん、監督ムズムズしてる絶対。何なんだろうこいつって、うん。あと次のね、結構大舞台がビルバオで、ソシエダ、ビティス、ユナイテッド、ヘタフェで、これ5試合終わって、5試合終わったらもうアトレティコマドリーなのよ。ここ来たらもう暑いから、次あのバルサ来るから。素晴らしい。っていうこういう流れでいくんでね、うん、ちょっと監督信頼度またガッと上げていければいいかなと、はい、いうふうに思います。どうしよう、さらっ